皆さん写真ライフ楽しんでますか？アマゾンのですね、ブラックフライデーセールがですね、とうとう始まりました。25日ですね。こちらが12月1日までですね、セールやってますので、物価がどんどん上がっている中、なかなかですね、買い物が難しいっていう時に、こういったセールっていうのはめちゃくちゃ助かるんですよね。なので今回このセールの内容で、こういった商品結構おすすめなんじゃないかなっていうところで、皆さんに参考にしていただけたらいいかと思います。で、このチャンネルはですね、基本的にはカメラ関連のお話をしてますので、カメラ関連に重視した商品をご紹介してていこうとは思うんですけども、やっぱりちょっとセールで目についたですね、この日用品なんかもいろいろいいものがあったら、その辺もですね、ちょっと紹介していきたいと思ってますので、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速ですね、Amazon のサイトを見ながらですね、セール品ちょっと見ていきたいと思っております。ちょっと目についたものをどんどんですね、ご紹介していきたいと思いますし、ちょっとメモしている分もいくつかあるので、その辺もですね、ちょっとご紹介しながらっていうところになっております。まずはちょっとこの辺ちょっといいなって思ったのが、私もですね、使っているこの DJI Action 2というですね、このアクションカメラになっております。これがですね、めちゃくちゃ安いんですよ。画面がついてるやつで 38,280 円なんですけども、ついてないやつでもですね、結構おすすめで、私はついてないやつをですね、持ってるんですけども、はい、こちらですね、はい、この分が 29,700 円って、今までで結構一番安値で売られてるんですよね。なので、このチャンスに手に入れてもいいんじゃないかなっていうふうにはですね、思っております。手持ちでいろんなですね、動画撮っても全然ブレないですし、ちょっと暗いところに弱いので、暗いところ、室内とかちょっとトンネルの中とか夜間とかっていうのはですね、ちょっと使いづらいカメラにはなってるんですけども、昼間の明るいところで使う分にはですね、もうめちゃくちゃ私もですね、愛用しているものになってますし、この胸元につけてですね、動画撮ったりとかできますし、子供にですね、つけて動画撮ったりとかもできますし、子供とですね、遊んでる風景をここにつけてですね、撮ることもできますので、ハンズフリーでですね、その辺結構面白いですし、ちょっと旅行に行った時に、手軽にこういう風にですね、Vlog 的な感じで撮ることもできるので、結構このですね、DJI Action 2買ってからですね、めちゃくちゃ使ってるので、これは結構おすすめかなってところですね。29,700 円で購入できるっていうところはかなりおすすめかなってところですね。GoPro になってくると5万以上8万円とかですね、したりしますので、その辺に比べるとやっぱりですね、安価で手に入れることができるので、かなりおすすめになっております。他にはですね、例えばこの SD カードですね、例えばこのプログレードの、はい、ゴールドのやつですね。これが 128GB で6320円のものですね。はい、これもプログレードちゃんと発売されて、販売物がプログレードになってますね。で、送料が無料になってますね。この辺ちょっとですね、確認していただけたらと思っております。過去にですね、ちょっと動画の中で、Amazon の中でですね、ちょっと詐欺に近いような売り方をしているサイト、サイトっていうか、販売元があったので、その辺ちょっと気をつけてくださいよっていう動画も出してます。その後結構ですね、皆さんそういった動画も出されてるのを結構見てるんですけども、この配送料の無料が基本的にAmazonって無料じゃないですか。で、例えば2000円以下だとちょっと送料がかかったりするんですけども、2000円以上になると基本的には送料無料になるんですけども、この送料が、この商品の価格がめちゃくちゃ安い割にですね、この送料が1万何千円とかかかったりして、トータルでかなり高くなってしまうっていうことがあるので、この辺ですね、送料無料になっているか確認してからですね、購入していただけたらと思います。結構 SD カードとかですね、そういったもので、そういった送料がですね、1万円以上するものがあったりするので、SDカードなんかですね、そんなに送料かかるわけないじゃないですか。なのでその辺気をつけてですね、購入していただけたらと思います。この辺のですね、無料になっているか、送料が無料になっているかっていうところを確認しながら購入していただけたらと思います。あとはですね、この出荷元のところがAmazonになっているかと、販売元ですね、ちゃんとメーカーのものになっているかっていうところもですね、かなり、この辺もですね、しっかり確認していただけたらと思います。で、このプログレードの、V60 の、メモリーカード、SD カード、UHS-II のものですね。はい。この辺もかなりおすすめかなってところですね。はい。この辺が、
読み込みが250の書き込みが130というところで、まあ、書き込みに関してはそんなに早くはないんですけど、パソコンに読み込むときに、まあ、結構このスピードを活かせるかなってところになっています。おすすめとしてはこっちのですねコバルトの方がやっぱり V90 あるので、動画を撮影する方とかもしくは連写をする方にはですねおすすめなんですけども、まあ、普通に使う分にはこっちのですね、まあ、ゴールドでも十分なものになってますので、まあ、書き込み130っていうのも、まあ、結構早い方ですし V60 ありますので、まあ、普通の SD カードになってくるとここは V30 になってきますので、この V30、60、そして90、まあ、この数値が上がっていくほどランクが上になっていくっていうところで、まあ、60あればですね結構いいところなんじゃないかなというふうに思います。でこの UHS-II の V60 の 128GB で6320円って、まあ、結構安い方なんじゃないかなというふうには思っております。でこっちのまあコバルトの方ですね、こちらも紹介していくと、まあ、これもかなり安くなってますよね。15,920 円、128GB で、これもかなりですね、お買い得なものになってます。で、読み込みが300の、まあ、書き込みが250というところで、まあ、この UHS-II の中では一番ですね、グレードの高いものになってますので、例えばですね、α7M4 とかで、例えば 4K の 60p の撮影をしようと思ったら、このですね、SD カード使わなきゃいけないので、まあ、この辺購入してみたりとかですね、まあ、4K の 60p とかも撮れますので、その辺で活用してみていただけたらと思います。まあ、この辺はですねやっぱり普通に買うと2万円近くするので、まあ、15,000円ぐらいで買えるチャンスっていうのはかなりいいんじゃないかなというふうに思います。はい、他にはですね、あ、この辺もですねプログレードのコバルトのCF エクスプレスカードタイプ B のものですね。この辺も、まあ、かなり安、まあ、かなりというか3000円近く安くなってますので、まあ、購入するチャンスなんじゃないかなというふうに思います。 165GB で、24,300円なので、まあ、この辺のですねキャノンの R3 とか R5 とかニコン Z9 とかですね Z6II とか Z7II とか使ってる方でも全然全然、まあ、この辺使っていただいて OK かな。 8K とかも取れますよっていうところですね。まあ、この辺になってくると 4K の 120p とかも取れるようになってきますので、まあ、フルで性能を発揮したいよって方はこの辺のですね、まあ、CF エクスプレスカードタイプ B なんか使っていただけるといいかと思います。ただまあ 4K の 120p はそう、まあ 4K の 120p は大丈夫かな。ローとかローの動画とかを撮る分にはですねちょっと165では少ないかなってところなので、まあ、650ぐらいやっぱりローの動画撮る分にはですね必要になってくる。まあ、この辺の 84,800円だと結構高いですよね。はい、なので、まあ、その辺の用途に合わせて、まあ、ギガ数を選んでいただく、もしくはこの書き込み速度っていうのを選んでいただくっていうところになっております。あとはですねこういった3インストのものが結構安くておすすめなんですよね。私も使っているこの3インストの、まあ、この SD カード UHS-II のですねSD カードになってますけども、これのですね私は 128GB を持ってまして、はい、V90 のものですね。これが13,744円というところでかなり安いんですよ。私が購入した時でも12,000円切ってたぐらいの価格で購入できて、一番ですね、まあ、安くで購入できた時なんですけども、まあ値段がですねやっぱり上がってる分、その中で 13,744円っていうのはかなり安く手に入れることができるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、私もですね α7M4 で、まあ、この SD カード V90 のものを使ってます。3インストの方ですね。はい、で、まあ、4K の 60p が取れます。まあ、ほとんどの機能が α7M4 で使える SD カードになってますので、まあ、連写に制限ちょっとあったりもする、まあ、その辺はタイプ A の CF エクスプレスカードタイプ A のものを買わなきゃいけないんですけども、まあ、価格からしたらもう半分以下の価格で買えるものなので、その辺に関してはやっぱりですねこの 4K の 60p が取れるっていう分ではこの3インストの 128GBV90 のものが結構おすすめなんじゃないかなというふうには思っております。まあ、こっちのコバルトの方ですね選んでいただいてもいいとは思うんですけども、これとまあ比べて2000円ぐらい、2,000〜3,000円ぐらい安いのかな、2,000円ぐらい安いのかなっていうところなので、まあ、この3インストのですね V90 を選んでいただいても全然 OK かなっていうふうにはですね思っております。あとこのタイプ A ですね、タイプ A が欲しいっていう方はこっちのですね CF エクスプレスカードタイプ A のものが欲しいっていう、 160GB で3万円、まあ、結構これ安いんじゃないですかね。8,000円ぐらい安くなってるので、これもですねかなりおすすめですね。もし α7M4 で最大限の
性能を発揮するためにはこのですねタイプ A が必要なんですよね。なのでこの3万円でこのですねタイプ A を手に入れるっていう方法もありますし、例えば α7S3 とか α1 とかですね α7R5 とかですね購入した方っていうのはこの辺のですねタイプ A を持っておく必要があるのかなっていうふうには思ってます。じゃないと最大限に機能を発揮できないですよっていうものになってますので、この辺の α7S3 とか α7R5 とかα1 っていうのはですねこの辺のタイプ A が必要になりますよっていうところですね。この辺のメモリーカードがないと最大限に力を発揮できないですよっていうところがあります。でまあこの辺のサンディスクとかもあるんですけども、やっぱちょっと高いんですよね。2万円ぐらい128GB でするので、プログレードでも15,920円なので、プログレードがやっぱりプロの間では結構やっぱり人気があるので、こっちのプログレードの方を選んでいただいた方がいいかと思います。で、このプログレードまでいかなくてもちょっと高いなって思ってる方はこっちのサンインストの 128GB 同じもので 13,000円ぐらいで購入できますので、もうちょっと2,000円ぐらい安くでですね購入できるものになっております。そっちを選んでいただいても全然ですね、問題としてはないかなっていうふうには思っております。はい、他にはですねこの防湿庫なんか結構おすすめですよね。防湿庫、はい、白馬の防湿庫ですね、持ってない方っていうのはこの半額ぐらいで買えるので、これもかなりおすすめですね。カメラ1台とレンズ3本ぐらい入りますよっていうこの20リットルのものですね。これを一つ持っておけばですね、カメラのですね、カビ対策なんかもできますので、結構おすすめかなっていうふうには思ってます。一つあると結構ですね、やっぱ便利なんですよね。私もこの辺のもうちょっと大きいバージョン、どのくらいかな、もうちょっと大きい、40、60ぐらいかなのものを持ってますので、結構大きめのものを、たくさんですねカメラとかレンズを持っているものはそれに合わせて大きいものを選んでいただいたりとか、はい、まあこの辺のですね、カメラ1台しか持ってないですよっていう方はこちらの20リットルとかで全然 OK かと思います。かなり安くなってます。ちょっと多めの方がいいっていう方はこの辺の11,656円でもいいと思いますし、まだまだいっぱい持ってますよっていう方はこの辺のですね3段ぐらいになってるやつでもいいかと思います。はい、手軽にですねカメラとかレンズを保存できる、管理できるっていうところはですねおすすめになっております。あとはですねこの辺の SSD とかですね、やっぱり保存するときに画像とかですね保存するとやっぱりパソコンの容量いっぱいになってくるかと思いますので、この辺の外付けを1個持っておくと結構便利なんですよね。私もこの 1TB のサンディスクではないんですけども、他のサムスンのものを持ってて、2つですね、1TB のものを持ってるので、いろんなデータを管理するとかですね、そっちにデータを逃がしてしまうとか保存用とかですね、そういったもので使うことができますので、この SSD の 1TB のこの USB3.2 のジェネレーション2のやつはですね一番高速で使えるものになってますので、これの倍のやつとかもあるんですけども、使えるパソコンとかが少ないですし、私が使っている M1 とか Mac とかですね、他の M2 とかでも使えないので1050のものを選んでいただくのが一番いいのかなっていうふうにはですね思ってます。コンパクトで結構使い勝手がいいですし、これを使っているビデオグラファーの方とかいっぱいいらっしゃるので YouTube とかでですね、その辺でも結構おすすめなものにはなってるんじゃないかなっていうふうには思いますので、私が使っているサムスンのやつも結構安いんですけども、これもですねかなりおすすめなものになっております。ストロボとかないのかな、最近ストロボのなんかセールってあんまりないですよね。これなんかいいじゃないですかね。ちょっと高いんですけど、はい、V860 の3っていうですねゴドックスのストロボなんですけども、私これのですね2を持ってるんですけども、これ24,280円、同じぐらいの価格したんですけども、ですねこれバッテリーなんですよ、電池じゃなくて、はい、バッテリーなので、めちゃくちゃすぐですね1回目発光した後2回目すぐですね発光できたりとか、電池よりも長く発光させることができたりとかですね、その辺でかなりですねもうこのバッテリーのこのストロボっていうのは使いやすいので、その辺でもかなりおすすめですし、このゴドックスの V860 って結構人気で、使ってる方も結構多いので、その辺でもおすすめかなっていうふうには思ってます。はい、これの V860-2 をですね私は持ってるんですけど、この3も結構人気で新しいものなんでですね、この辺で選んでいただいても、ちょっとですね25,000円高いなって思う方もですねいらっしゃるかもしれないんですけども、そういったところで選んでいただいてもいいかと思っております。あとは
三脚、あ、三脚もいいですね。三脚、もうちょっと安いのないかな。一番初めてそんなに高い三脚とかですね、買わなくてもよかったりするので、買い込んでもうちょっといいものが欲しいなって思った時に購入すればいいのかなというふうに思います。この辺の三脚でも全然普通に十分使えますね。最近のミラーレスなんかめちゃくちゃ軽いので、まあ、重たいレンズとかカメラとかじゃなければこの辺で十分になってますね。6399円、このウランジーですね、これ結構有名な、メーカー、最近出てきたメーカーにはなってますので、まあ、安心して使えるんじゃないかなというふうに思ってます。さらに 5% オフのクーポンもついてるので、6000円ぐらいで購入できるんじゃないかなというふうに思っております。他にもですね、まあ私も使っているこの辺の K&F コンセプトの、まあ、三脚なんかも結構おすすめですよね。この辺も8799円というところで、まあ、結構4000円近く安くなってますので、この辺も買ってみていただけたらですね、まあいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、結構使いやすいですね。まあ、安い割にしっかりしているので、10キロまで乗せれますよっていうところなんで、まあ、大体この最大耐荷重が10キロだった場合は半分ぐらいですね、乗せておくのがまあ安全かなっていうところなので、まあ、5キロぐらい乗せても全然 OK かなっていうところにはなっているものになってます。5キロって結構なんですね、ものですよね、カメラとレンズ合わせて。なかなか5キロっていかないので、この辺でも全然十分かなっていうふうにはですね、思ってます。まあ、もうちょっとやっぱりしっかりしたでっかいカメラとかでっかいレンズをつける場合はもうちょっとしっかりしたやつが必要になってくると思うんですけども、まあミラーレスコンパクトなものを使っている方はこの辺で結構十分だったりしますね。あとはこの辺のですね、パソコンの私今使っているこのモニターなんかですね、結構おすすめですね。あの Mac を使っている方、 M1 の Mac を使っている方なんか特になんですけども、はい、ちょうどセールしてるんですよね。タイムセールやってます。で、47,480円、7万4000円のものがですね、この47,481円、かなり安くなってますので、これおすすめですね。 USB Type-C の線を1本つなぐだけで、例えば MacBook とか使っている方は充電しながら画面を表示できますので、その辺でもかなりおすすめですし、まあ、この P3 で 95% 対応してます。 sRGB でも 100%、 99% だったかな。 sRGB か、sRGB は 99% ですね。 P3 が 95% 対応しているものになってますので、まあ、この写真とか動画編集でも結構使えるものにはなってますね。もうちょっとしっかり色味が確認したいっていう場合はもうちょっと高い、やっぱり10万円以上したものを購入した方がいいと思うんですけど、これが一番手軽で使いやすいものになってますので、この辺のですね、モニターなんか結構おすすめになっております。はい、他はカメラ関係ちょっと開いてみましょうか。カメラ関係、あ、この辺もさっき紹介しましたね。あ、このドライボックスなんかもいいんじゃないですかね。これもちょっと前に紹介したのかな。3点セットですよね。ブロワーと乾燥剤とペーパーがついてる、この、まあ、ケースもついてる、3点セット、4点セット、メンテナンスが3点ついてる乾燥剤とかもついて、ドライボックスになってるっていうものが1840円とかなので、さっきの防湿効果が高すぎて買えないよっていう方はですね、まあ、この辺でも全然 OK なんじゃないかなっていうふうには思っております。はい、この辺とかですね、フィルター持ってない方、私もこれ使ってるんですけども、はい、プロワンデジタルですね、健康のものですね。これもかなり500円ぐらい安くなってるのかな。はい、この辺で自分のまあ口径に合わせた67口径だったら、はい、あ、これは安くなってないか、77ミリが安くなってるっていうところですね。まあ、77ミリ、例えば D750 の24-120のレンズとか使ってる方はこの辺のですね、まあ、フィルター系が使えるので、まあ、おすすめにはなってますね。この白馬のバッグ、リュックの方でもいいと思うんですけども、まあ、こういう風にリュックですね。このリュックのタイプが3741円なのかな。これは結構安いですね。あの、個人的におすすめなのが、ショルダーバッグ。ショルダーバッグか。こっちのショルダーバッグ。これがおすすめですかね、結構。まあ、コンパクトなバッグで、カメラ1個とレンズ1つが入りますよっていうものなんですけども、3486円。上が開く方がやっぱりこうですね、取り出しやすいというか使い勝手がいいんですよ。入れたり出したりするときに。これが前だれがあるやつ、前だれがあるやつ、こういう風な前だれがあるやつだと、こう開いて開けて取り出してっていう、結構アクションが大きいので、
アクションがですね多いのでちょっとめんどくさいんですよ。なのでこのチャック、まあ、こういうタイプとかこういう上がチャックになってるやつの方が結構やっぱり使い勝手が良かったりするので、個人的にはこのですねショルダーバッグのやつが結構おすすめかなっていうふうに思ってます。はい、3486円っていうところで、まあ、色も結構いいんですよね。私はこのオリーブが好きかなってところですね。オリーブかイエローもいいかな、ネイビーもいいですね。この辺は結構おすすめなカメラバッグになってるんじゃないかなっていうふうには思います。上が開く方がやっぱり使い勝手としては全然いいですね。あ、この辺もいいですね。あ、ちょっと大きめの、あ、これいいな、これ俺買おうかな。なんでカメラが入っているところがないのかがあれですけど、9660円、これは結構いい感じですね。カメラとかが取り出しやすそうな感じになってます。なのでスナップとか撮る方はこういったバッグの方がやっぱりですね使い勝手が良かったりするので、まあ、その辺で選んでいただけたらいいかと思います。あとですね、あ、そう、マックじゃなかった、あのアップル製品はこれ iPad mini の 256GB のものがかなり安いですよね。1万5000円ぐらい安くなってるので、あのおすすめですね。これ結構容量後から必要だったりするので大きめのやつ買っておいた方がいいかと思います。この辺の差が、まあ、2万円か、でも64じゃかなり少ないのでやっぱり2万円出してでも 256GB を購入した方がいいのかなっていうふうには思います。こっちよりもミニの方が使い勝手がいいのかな。この辺とかも充電器 USB Type C のやつですね。これが 60W なので MacBook Pro はいけるのかな、いけるんじゃないかな。あれ 45W とかでしたもんね。 MacBook Air は確実にいけると思います。 MacBook もいけるので最大 65W 対応なので MacBook も全部いけるんじゃないですかね。はい、なので、まあ、旅行に行くときに、まあ、こういったちょっとコンパクトなやつ1個持っておけば、MacBook のやつってめちゃくちゃでかいじゃないですか。なので特にあのプロ持ってる方はでかいので、まあ、こういった小型化のやつを持っていくっていうのはですね結構旅行なんか、出先で使う分にはですね結構おすすめかなっていうふうには思います。あ、富士フイルムのミラーレス一眼 T30II かな、これは。これもレンズキットで安くなってますので4万円ぐらい安くなってます。はい、この辺のカメラちょっと使ったことなくてどのくらいのスペックなのかっていうのがちょっとわかんないんですけども、まあ、4万円は結構大きいかなというところですね。まあ、この T30 をもし狙ってたっていう方がいたら、まあ、4万円安く買えるので、まあ、この辺も購入してもいいんじゃないかなというふうには思います。あとこの辺のですね、ボヤタのノートパソコンスタンドなんかも結構ですね、まあ、安くで出てます。この辺も結構おすすめですね。例えば MacBook とか使ってる方で、まあ、直置きにすると結構ですね、首が痛かったりですね、目線が下に下がるので、瞬きをしっかりしなかったりするんですよね。なので目の疲れが結構ひどかったりするんですけども、このスタンドを使うことによって目線の高さで、まあ、このパソコン、ノートパソコンを扱うことができるので、結構首とか肩こりの解消にもなりますし、見やすかったりするので、まあ、かなりおすすめです。私はこのボヤタのやつじゃないんですけども、同じようなスタンドをですね、使ってるので、やっぱりだいぶ使い勝手が変わります。はい、こういうふうにですね、ちょっと腰が曲がらないっていうか、目線がですね、まっすぐなるので、まあ、それに関してですね、ものすごくやっぱり、買ってよかったなって思ってる部分なので、これもかなり安くなってます。このボヤタのやつがやっぱり一番使い勝手がいいっていうですね、ものになってますので、一番ですね、この硬めなんですけども、キーボードを叩いてもそんなにですね、振動が伝わらないっていうですね、まあ、いいものになってるので、この辺もかなりおすすめですね。はい、ちょっとですね、長すぎてカメラがヒートダウンしてしまいました。落ちてしまいました。電源が、はい、でですね、ちょっと続きなんですけども、ジーユンのクレーン M2S
のですね、カメラ用ジンバルなんですけど、こちらがですね、3万8500円が3万円っていうですね、かなり安くなってますので、ちょっとジンバル使って動画撮ってみたいなって方は、このですね、ものをおすすめになってます。ライトとかもついてるんで、ちょっと暗い場面で撮影するときなんかも、おすすめですし、まあ、これですね結構バランス取るのがやりやすかったりしますので、しかもちょっとコンパクトなものになっているので、ちょっと手軽にちょっとミラーレス α6400 とかで使ってみたいなって方はおすすめになってます。もちろんですねフルサイズのものでも乗りますので、その辺はですねちょっと確認していただいて、どういった自分の使っているカメラが乗るのかなってところで使ってみていただけたらと思います。あとは例えば ND フィルターなんですけども、この辺私も持ってるんですけど、このマグネットでくっつくタイプなので、つけたり外したりっていうのがすごく簡単なんですよね。この K&F の、コンセプトの ND フィルター磁気でくっつくので、まあ、つけたり外したりっていうのがすごく簡単で、こういうふうにですねすごく簡単なので、もうこの辺をですね一つ持っておくと結構便利かなっていうふうに思います。67mm のやつで6640円なので、2000円近く安くなってるかなってところで、この辺も結構おすすめですね。 ND フィルター欲しいっていう方はですね、可変が欲しい方ではやっぱり日誌なんですよね。おすすめとしてはこれなんかも結構有名というか、結構持ってる方多いですよね。この可変 ND フィルターですね、日誌のやつ、はい、これがやっぱり一番ナチュラルに動画撮れるものになってますので、色かぶりとかがもう全くない、綺麗に撮りやすいっていうのがやっぱりこのニシの ND フィルターかなというふうに思います。2から32ですね。やっぱりちょっと高いんですけどね、17,480円っていうところでですね、まあ、その辺ちょっとしっかり動画撮りたいよって方はおすすめになっております。こんなところですか。日用品とか全然紹介しなかったですねなんかあったかな、なんか良さそうなもの、いろいろですね見ながら良さそうなものがですね、このセールで手に入れることができたらですね、購入してみていただけたらと思うので、ぜひですね、まあ、ブラックフライデーの方で自分が探しているものがあるのかなっていうところで、安くで出てないかなっていうところで探してみていただけたらと思っております。というわけで今回の動画はここまでになっております。またなんか面白い商品タイムセールで出てきた時はですね、ツイッターなんかでいろいろご紹介していきたいと思ってますので、よかったらですね、このチャンネルの方登録していただいて、いいねボタンとか押していただけたらと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm